この動画では肺・非結核性好酸菌症、肺 NTM 症の特徴や治療について解説します。肺・非結核性好酸菌症とは、非結核性好酸菌という菌に感染することで慢性の咳や痰などの症状が現れる病気です。好酸菌と呼ばれる菌の中で結核菌、雷菌以外の菌を非結核性好酸菌と呼びます。英語では頭文字を取って NTM と略して呼ばれます。 NTM は300万年以上前から地球上に存在していたと推測されています。現在200種類を超える菌種が確認されており、そのうち30種類程度が人に感染すると言われています。ただし NTM は人から人には感染しないのが特徴です。現在日本で多く見られる NTM はアビウムとイントラセルラーレという2つの菌であり、人に感染する NTM の約 90% を占めています。この2つの菌はまとめて MAC と呼ばれ、 MAC による呼吸器感染症のことを肺 MAC 症と呼びます。また治療の効果が比較的出やすい肝鎖歯と治療に難渋するアブセッサスがそれぞれ約 3% を占めています。 NTM は結核菌と同じように全身のどの臓器にも感染する可能性がありますが、その多くは肺に感染し、これを肺非結核性好酸菌症、肺 NTM 症と呼びます。先ほど紹介した肺 MAC 症も肺 NTM 症の一種です。近年日本では肺 NTM 症が増加しています。2016年に発表された疫学調査では、2014年の推定罹患率が人口10万人に対して 14.7 人になり、2007年の全国調査と比較して約 2.6 倍も増加していることが分かりました。またこの時の調査では肺 NTM 症の罹患率が初めて結核を超えたことが示されました。さらに2017年には人口10万人に対して21人という数値が示され、2022年現在では結核の3倍前後の罹患率になっているのではないかと推測されています。このような調査結果から、肺 NTM 症は現代社会において注視すべき感染症であるといえます。 NTM は一般的に水や土壌中に存在し、主に生活環境から人に感染すると考えられています。具体的には水に触れる環境である浴室、シャワーヘッド、ジェットバス、農作業や園芸といった土に触れる場面などから感染すると報告されています。しかし実際には一人一人の患者さんがどこから感染したのかを特定することは難しく、生活環境をどのように改善すれば病気の予防や回復につながるのかという点については詳しくは分かっていません。肺 NTM 症にかかりやすい人の傾向として、まず肺結核後遺症や慢性閉塞性肺疾患など肺の病気が原因で肺の一部が壊れている人が挙げられます。またステロイドなどの免疫を抑える薬によって体の防御機能が低下している人も肺 NTM 症にかかりやすい傾向があります。肺 NTM 症の患者さんは中高年の痩せ型の女性が多く、喫煙の経験がない人が含まれていることが特徴です。しかし現時点ではなぜこのような特徴を持つ人が多いのか分かっていません。次に肺 NTM 症によって起こる肺の変化を見ていきましょう。 CT 画像で肺の中葉、ゼックと呼ばれる
心臓の両脇の部位に影が見られることが多いのが特徴です。また小結節、流状影という細かな丸い影や、気管支が太くなる気管支拡張、肺に穴が開いたような空洞が見られます。この空洞は患者さんの病状を考える上で特に重要であるため、検査などで注意深く確認していきます。肺 NTM 症の検査では、まず胸部レントゲンや CT などの画像検査を行います。そして痰を取って菌の存在を確認する検査を行います。 NTM は生活環境に存在する菌であるため、偶然痰に混ざって出てきてしまうことがあります。そのため2回以上痰の検査を行って菌を確認することが必要になります。痰の検査を行うためには、患者さんに痰を出してもらう必要がありますが、痰を出しにくい場合は濃度の高い食塩水を吸入してもらい、加湿することで痰を出しやすくします。それでも痰が出ない場合には、気管支鏡というカメラを使って検査を行うこともあります。肺 NTM 症では全ての人が診断後すぐに治療を開始するわけではありません。 CT 画像で空洞があるタイプでは病状が進行しやすいため、早めに治療を開始することが望まれます。一方、空洞がない結節気管支拡張型のタイプは病状がゆっくりと進む場合が多いため、治療そのものを行うかどうか患者さんごとに検討します。また長期間にわたって症状が安定している場合や、合併症が多く治療が負担となる高齢者では、治療は行わず経過を観察することもあります。以上、この動画では肺 NTM 症の特徴と治療について解説しました。